はい、じゃあすみません、よろしくお願いします。すみません、お名前 S さんでいいですかね、はい、とりあえず、はい、よろしくお願いいたします。で、まあ、今回の経緯改めて、はい、あのお話伺わせていただけたらと思うんですけども、はい、まず発端はいつ頃ですかね。その、まあ、もそもそも今、まあ、その受信料は免除されている状況じゃないですか、はい、で、契約をお願いするような内容の旨の封筒が投函されるのはいつ頃ですか。まあ、去年7月ぐらいから。去年7月ぐらいから、はいはいはい、それがまあ最初というか。そうですね、はい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 。4月ぐらいに1回、そのこっちの方ですね、はい、ちっちゃい方の封筒だよろしいですか、はい、まあまあ、コロナになる前の。そうです。まあ、定型的な、はい、定型的な契約をお願いするの、はい、名前とか書いてないですもんね。書いてないです、はい、こうした契約書ですね、うん。日本放送協会放送局受信規約が書かれた書類と、受信料に関する説明書類、放送受信規約に関するご案内、あと受信料のお願いの手紙ですね。ってことは契約書ですね。契約書、はい。こちらは放送法、はい、書かれたわけなんです、はい、こういったものが入ってた書類、封筒が投函されていた、はい、で去年の4月ですね、はい、はい、で、まあ、その時にはもう無視してたんですよ、はい、で、まあ、コロナが始まり、はい、9月までは投函がなくて、はい、9月ぐらいから投函がなく始まった。ちなみにその、受信料の免除になったんです、この話は、これ見てもらったら分かりますけど、あ、すません、平成元年の、はい、平成元年、はい、平成元年もう30年以上前ですね、はい、はいはいはい、あ、平成元年って令和元年ですね。あ、令和元年、はい、令和元年だから、いや去年の9月、はいはい、あ、ちょっと入力中、はい、すいません、あ、こっちですね、入力中、はい、はい、カフェオレです。はい、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 ということは免除申請していたにもかかわらず、はい、投函されるのはいつでしたっけ。投函されるようになったのは、去年の10、そうですね、令和2年の4月からですね。あ、じゃあ今年入ってからですか、投函されるの。そうです。あ、じゃあ、あ、ごめんなさい、これが投函されたんですか、去年は、今年です。令和2年の4月から。ああ、そうなんですね。じゃあ免除申請してたんですね。そうです、はいはいはい、わかりました。あ、そうか、ごめんなさい、ごちゃ、僕がごちゃなんですか、はい、受信料の免除されたのが去年の9月。去年、一昨年、令和元年です。令和元年、あ、去年ですね、はい、去年の9月、あ、去年ですね、はい、はい、で、ポストが投函されるようになったのが令和2年の4月、今年の4月からですね。わかりました。で、最初投函されたそれはまあ無視されてたと、はい、ね、はい、で、コロナが、広がり始めて、はい、しばらくの間は投函がなかったと、はい、で、9月ぐらいからまた投函が始まって、はい、9月も無視してたんですよ。それ2回目ですね。2回目です、はいはいはい、で、10月に入ってまた投函が続いたから、はい、まあ、2ヶ月連続で入るっていうことは、はい、これはまた始まったなと、はいはい、これだったら毎月入るなと、はい、それやったら NHK に電話して、はい、いや、こんな無駄やでと、うち免除申請してるやんか、はい、っていう連絡をまずフリーエーセンターに連絡して、はい、で、フリーエーセンターからその大阪中央営業センターの方に電話入れて、はい、で、中央営業センターの岡本さんっていう方からうちに電話して、はい、すいませんと、はい、で、免除申請されてるのはこちらでも確認取れてますと、はい、で、ナビタンに、はい、端末の方にその生活保護受給者、要は受信料免除の世帯だから、はい、その新規の契約書は投函はするなと、はい、で、旨の内容を打ち込みましたと、
だから来月から入らないと思いますって言うから、はい、ああそれやったら結構ですってその時は終わった、はい、でそれが今度11月末まで、はい、また入る、はい、また入っとるやん、はい、で、なんかそれもふりあいセンターに電話かけて、ふりあいセンターからまた中央営業センターに電話します、はい、で、中央営業センターからまた電話があって、はい、いや、おかしいですねと、うん、うちはちゃんとナビターにも打ち込んでるし、そういうことがないように、その集金人にも収支徹底してますと、はい、いやでも現に入ってるじゃないですか。そうですね、それやったらその現物持って行きますよ、はい、でいつお伺いしてよろしいですかって言っていつでも構いませんって言うから、この前の12月の1日の日、はい、まあ、近くまで来る用事があったからその用事を済ました後に電話して、はい、それは夏目さんという方が出られて、はい、今その中央営業センターの前にいらっしゃるなら今すぐお越しくださいと僕が対応しますということで、はい、12月の1日に夏目さんとお会いしてみんな話して、はい、でその時に、もうこういうことはないようにしてくれと、うん、できることならそのどういう内容で改善するのかとか、はい、集金人さんにどういう、指導を徹底するのかいう内容の報告を文面にして僕のところに送っていただけませんか、はい、ってお願いします、はい、分かりました、はい、送れさせていただきます、はい、言って送られてきたのがあの子ですね。あ、これじゃないや、はい、どうしたっけ、僕が持ってる。あ、そうですね、ごめんなさい。まあ、ツイッターとかでもね、紹介させていただきましたけども、非常にあの誠意のない、全く、うん、全くただの謝罪文。そうですね、何の経歴もこういった、まあまあ、ツイッターで、ね、紹介もさせていただきましたけども、ごめんなさいと、平たく言えばもごめんなさいと、ごめんなさいと、申しませんと、どのような経緯でこういった一連の、まあ、事件というか、はい、ことが起きたのか、はい、で組織内でどのような話し合いが行われたらいいのか、はい、で今後どのような対策を取るのかといったものが一切説明がないという状況ですね、はいはい、だから今回、大橋さんにお願いして、はい、その辺の改善の内容とかも聞きたいし、はいはい、今後なきしもあらず、またこういうことが起きる可能性もゼロではないので、はい、じゃあ起きた時にどうするのかっていうこともお聞きしたいし、そうそうですね、はい、で場合によっては伺いましたけども、はい、当然こういったことが繰り返されて非常に精神的ストレスも、はい、受けてらっしゃると、はい、ということで、民事訴訟も視野に入れていると、はい、当然それぐらいの思いで今日来られているということも私も伺いましたので、はい、でちなみにですけど、はい、夏目職員とお話されたっていうことですけど、はい、受付まで降りてきたんですかね。降りてきました。で どこでお話されたんですか。横に、まあ、小さなお設セットで、はい、そこではありました。そうなんですね、なるほど。じゃあ別に今日もそこでお話することはできるっちゃできますもんね。私がいようがいないです。そうですね。ですよね。うん、ただ、今日僕はその多分検討の仕方によっては僕も、ね、大声出すなとは書いてますけど、多分大声出ると思うんですよ。なるほど。まあ、そこはね、まあ、やっぱり感情のことですから、はい、どうでもいい加減にしろよって決まったことなんですよね。それやったらお客さんとかも来られるんで、はい、それやったら迷惑になるんやったら別室通してもらえませんか。そうですね。そうですね。でお話させてもらえませんか。はい、でその時に僕は NHK 側に大橋さんも一緒に同席させてくれと、はい、そのために人情も渡してるんだし、はいはい、僕はその NHK のことに関しては全然無知だから、はい、何を言われても鵜呑みにするしかないじゃないですか、はい、でもそれを、ね、放送法がどったらこったらとか言われても僕は分からないので、はい、でそれやったら大橋さんが横にいてもらってたら、いやそれは違うんじゃないかという指摘もできるだろうし、はい、また反論も僕もしやすいと思いますよね。はい、真っ当な主張ですし、はい、これを、まあ、当然ね、拒否する権利も NHK にありますけどね、はい、拒否するのは拒否するで、どのような、うん、理由で拒否するのかっていうのもやっぱり聞いてみたいと思いますので、はい、でも僕はその拒否を認めないつもりなんです前回文章で回答するとお宅言いましたよ、そうですね、娘さん言いましたよ、はい、でこの文章ですか、何ですかこれ。いやもう素晴らしいです、
ちゃんとその段階を経て今日っていう至ってるの で、ね、はい、そこはしっかりともやっぱり NHK には対応してもらいたいですよね、はい、だから僕はあの、まあ、その NHK に対して、ね、その大阪中営業センターに対してその質問状っていうのを書いてきたんですよ、はい、でこれ、まあ、見てもらって分かりますけど、はい、今まで僕が話してきたことの内容すべてを質問状にしてるんですよ、はい、そうですね、令和2年、10月28日後に同館した新規契約者、秋元というね院が襲われていると、令和2年11月28日29日の両日に同館された新規契約者などの封筒を同館した職員に付属と名前を教えてほしいと、はい、そうですね、同館した上でそのものからの謝罪文を要求すると。 NHK が今回の問題に対してどのような見解なのかを説明ですね、確かにですね、説明 してませんからね、はい、今回の一連の件に関して情報処理など、関連部署の連絡事項はどのように行われ、どのような話し合いや、会議が行われたのか、会議が行われたのなら、会議録などの、情報を公開してください。公開されないのであれば情報公開請求を、必要とも、検討します。一連の問題に対して今後の対応はどう決まったのか、また同じような事業は国際の対象はどうするのか、放送法に放送法第27条の契機に基づき対応と求めますと。素晴らしいです。でこの5点の質問に対しては、令和3年1月末までに書面にて回答書筆算宛に送付してくださいと。素晴らしいです。完璧な完璧な文面です。これを出した上でどういう回答が出てくるか、どういう返答が来るか。そうですね、うん、本当にもう落としの今回の一件で最終的に落としどころというのはその書面を、まあ、NHK 側に渡すと、はい、いうことが、まあ、最終的な、はい、おそらくも口頭での回答というのは絶対してこないと思いますので、はい、ただもう私と一緒に同行していったということによって、はい、もう書面すら受け取らないという可能性もありますので、はい、そういった場合にはもう本当に最悪も警察を臨場し、まあはい、NHK から呼ぶか我々が呼ぶかわからないですけど、はい、そこはもう警察に立ち会っていただいて仲介してもらおうと思いますので、はいはいはい、とにかくもう NHK の、はい、あの側の出方というものを、はい、あの見て、はい、まあ、適切な対応、はい、対応したいと思いますので、はい、よろしくお願いします。じゃあいただきます。